おはようございます。4月8日木曜日です。本日の水揚げもまあまあありますね。すんごい多いってこともないけど結構上がってますね。今日はなかなかいいですね。これはナシフグですね。これはね、こちらじゃ捨てることができません。これは競りの段階でね、外されますね。これは競ってはいけないフグでした。こちらは彼岸フグですから、これは OK です。これが一番大きいぐらいかね、今日。うんうん、そうじゃない。もうこれで最後で。あ、これじゃ。これこれ。ああ、これ大きいね。あ、ほんとほんと。お願いします。はい。大きいけど、ちょっと背が細いかな。まだこの2番目の方がいいですね。超えちゃうな。3キロ5ぐらいかな。3キロちょっとぐらいかな。これはちょっと狙ってみたいですね。5ぐらい少しこっかけてきてるところですね。これはいいね。これ立派な。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなに多くはないですね。今日は霜も入選がなかったですけどね、少なめです。おはようございます。少ないね今日は。あ、これ直す1個。
寂しいなあ。おお、ええじゃん、ええじゃん。これはでかいな。うわ、ふっと。これはね、3入りで5キロあります。おはようございます。ノコギリ。ノコギリってあれじゃね、まとめてまとまって取れることないじゃね。で、絶対間に1匹とか折って2匹とか。すんごい。ああ、そうなん。これは立派だね。でかい。ああ、80センチありますね。よう超えちょるし、よう取っちょる。この辺でも2、3キロありますからね。大したもんじゃ、これ。これ、でかっ。うわ。立派ですね。ですね、ちょっとね、こっちのメバルとどうなんですかね、種類が違うんですけど、取れるとこが違うからこう黒っぽいんか、この辺微妙ですけどね、まあ、鮮度はいいです。メバルです。おー、いいなこれ。このヒラメはすごいじゃん。これすごいの見つけたぞ。見つけたぞってみんな。これ太い。ただちょっとマコがもうでかいですね。けど太い。ね、これ太いね。ああ、ええ。この腰がねえじゃない今頃と。いや、ええよ、腰がねえもん。はい。これもええわね。いいだろ。うん。綺麗なけ。ああ、これはええ方の石だいですね。
1.5 キロぐらいかな。これいいですね。太いです。いいが入ってるな。すごいですね。あ、これよく超えてますね。頑張ってみますか。すごいな。どんどん勝つよ。石がれいいですね。相変わらずこれでかい。あー、いい。あふくちゃん、早よせらんと終わらん。はい、エビがいこのかさ
やっちまいましょう。てますけど、私はそろそろ帰ってやります。さあ今日も頑張ろう。おーすごいね、あんた骨も凍たん。100枚いや60何枚よう売るね、大したもんじゃ。さあ頑張ろう。おーでかい、18.20 はい、18キロね、はい、筋トレになるのこれおっと、はい、血抜きするよ、はい、